アニメ大国と言われる日本。日本のアニメは今や世界中で人気となっており、海外でも多くの作品が翻訳されています。ドラゴンボール、ナルト、ポケットモンスター、鬼滅の刃など、海外で人気を誇る作品は数えきれないほど。そんな日本アニメの中で絶大な支持を集めているのが、2023年8月にネットフリックスで実写版が公開され、ますます注目を集めるアニメ、ワンピース。日本だけでなく世界でも多くのファンを虜にしているワンピースですが、アメリカのあるナンバーワンスポーツと1日限りのコラボを果たし、大きな話題となりました。会場を訪れた7万人の観客はスタジアムを占領した日本アニメに大熱狂。その様子を映した映像は SNS で拡散され、現地アメリカを中心に世界中で大きな反響を呼びました。アメリカナンバーワンスポーツと日本アニメのコラボにファンたちからは驚きと喜びのコメントが次々と寄せられていました。そこで今回はアメリカ最大のスポーツと日本を代表するアニメワンピースのコラボに関する話題とそれに対する外国人たちの反応を私、リリがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。2023年12月、日本のアニメワンピースとコラボしたアメリカの人気スポーツ。それは100年以上の歴史を持ち、平均観客動員数が6万7000人を超えるアメリカ最大の人気スポーツ、ナショナルフットボールリーグ、通称アメフト。そんなアメフトの歴史あるチーム、ロサンゼルスラムズと1日限りのコラボ企画として、ロサンゼルスラムズ&ワンピースゲームコラボレーションデイが開催されました。ワンピースとのタイアップゲームは、クリーブランド・ブラウンズとの一戦。圧倒的な広さを誇るソーファイスタジアムでは、この日限りの様々な仕掛けが用意されました。スタジアムの座席周りに設置された LED リボン、3500箇所に設置されているテレビモニターやデジタルサイネージに、ワンピースのキャラクターたちが次々に登場するなど、会場内はワンピース一色に。さらにクォーターの合間には、スタジアムの中央上部に設置された象徴的な360度インフィニティスクリーンで、ワンピースの世界観を表現した特別な映像演出が流れ、会場内の多くのファンを沸かせました。その中でも特に盛り上がったのは、AR スナップでカメラシュートされた観客の顔に、ウォンテッドのフレームが映し出されるなどのサプライズな仕掛け。この思わぬ仕掛けに、ファンたちは思い思いのポーズをとって楽しみました。また、ファンたちのシンボルとして利用されるスポーツタオルが、ワンピース特別仕様の限定アイテムとして無料配布され、タッチダウンやサードダウンごとにファンたちがタオルを振り、観客席はチームカラーを彩ったコラボタオルのブルーで染まり、ワンピースとの見事なコラボレーションを実現させました。さらに、バンダイナムコエンターテインメント社がこの日だけの特典として用意したのが、アプリゲーム、ワンピースバウンティラッシュと、ワンピースカードゲームのイラストをプリントしたクリアバッグ。およそ1万個が申請されることとなり、配布ブースには多くのファンが押し寄せ、来場者は思わぬプレゼントに大盛り上がり。試合結果はというと、36対19のスコアでロサンゼルスラムズの勝利。日本のアニメキャラクターがアメリカで開催されたアメフトの公式戦に登場することは今回が初めてで、この歴史に残る一日は多くのファンを喜びの渦に巻き込み幕を閉じることになったのです。この日の様子は SNS で多くの人々に共有され、史上初となる日本アニメとアメフトとのコラボに多くの驚きや喜びの声が寄せられることとなりました。ここで外国人たちから寄せられた歓喜の声の一部をご紹介したいと思います。1999年にワンピースを見ていた時には、これほどまでにアニメが成長するなんて夢にも思わなかった。この快進撃は驚異的だよ。2023年ワンピースはついに世界の頂点に到達したね。会場にいた僕らはその瞬間に立ち会えたってわけだ。アメリカで一番人気のあるスポーツの試合で日本のアニメとのコラボが見られるなんて夢にも思わなかったわ。信じられないよ。なんて光景なんだ。ラムズとワンピースのブルーが会場中を埋め尽くしてとてつもなく幸せな気持ちになれたよ。会場にいたけれど、ワンピースの映像が流れた瞬間、周りは大興奮。みんな絶叫して会場中の空気が熱狂に包まれていくのを感じたよ。最初にルフィが登場した時の会場の反応はすごかった。みんなこのサプライズに沸いていたね。あのスタジアムで働いていることを誇りに思えるわ。あんな素晴らしい場面に立ち会うことができたんだもの。
観客はみんな麦わら帽子やグッズをたくさん持っていたわ。まさにワンピースがあのスタジアムをジャックした一日だったわ。ラムズとワンピースはどうしてコラボしたのかな。嬉しいけどその理由もちょっと気になるよね。ワンピースを見始めた頃はまさか NFL の試合でルフィに会えるなんて思いもしなかったな。まさかこんなにも人気になるなんて、日本アニメの勢いを感じるよね。めちゃめちゃクールだよ。日本のアニメは世界でも人気があるのは知っているけど、ワンピースの人気はすごい。世界中でファンを増やして勢いが止まらないよね。ワンピースもいよいよドラゴンボールレベルのアニメになってきたってことだね。NFL はアメリカのプロアメリカンフットボールリーグ。1920年に創設され32のチームが存在しています。毎年2月に行われる優勝決定戦であるスーパーボウルを目指し、レギュラーシーズンプレイオフと戦います。このスーパーボウルが開催される日は、スーパーボウルサンデーと呼ばれ、全米がスーパーボウル一色になるほど。アメリカの歴代スポーツイベントのテレビ視聴率第1位にスーパーボウルが選ばれるほど、アメリカ国内では圧倒的な人気を誇り、最も人気のあるプロスポーツの座を30年以上守り続けています。時にその存在は、アメリカの情熱と表現され、アメリカ文化そのものだそうです。またスーパーボウルでは、ハーフタイムショーや広告などで様々なエンターテインメント要素が増えるため、アメリカだけでなく世界中から注目が集まります。スポーツエンターテインメントの中でも特に重要なポジションを占め、世界中から多くのファンの支持を集めているのです。そんなアメフトでは、試合の数時間前からすでにファンたちの間でのエンターテインメントがスタートします。試合前の駐車場でファンたちが集まり、バーベキューを楽しむことをテールゲートパーティーと呼ぶそうで、これはファンの中では当たり前の習慣の一つ。試合前のあちこちのスタジアムで見られる光景なんだとか。試合が始まるまでは相手チームのサポーターであっても分け隔てなく接し、ビールを飲みながらチームの調子などを話し、気分を最高潮に盛り上げてから観戦に挑むというアメリカならではの文化といえそうです。このようなエンターテインメント要素が強いアメリカのナンバーワンプロスポーツ、アメフトの公式戦に登場することになったのは、今や日本だけでなく海外での人気も高い日本のアニメワンピース。ワンピースは1997年7月22日発売の週刊少年ジャンプ34号より連載が開始。夢への冒険、仲間たちとの友情をテーマに掲げた物語は、日本を代表するアニメに成長し、海外でも躍進を続けています。2022年10月には映画ワンピースフィルムレッドのアメリカでの公開を記念して、ニューヨークタイムズスクエアの屋外ビジョンをワンピースが広告ジャックすることもありました。人気とはいえ、アメリカではまだまだ認知度拡大の余地があったワンピース。その存在感を世界に知らしめたのは、2023年8月にネットフリックスが全8話のドラマシリーズとして制作した実写版でした。実写化が難しいと言われたアニメの世界観を見事に再現し、世界中から注目を集め大成功を収めることになったのです。そしてこのアメフトとのタイアップは、ワンピースにとっても史上最大規模のコラボレーションイベントだったことでしょう。アメリカ最大の人気を誇るアメフトとのコラボは、アメフトファンはもちろんのこと、ワンピースファンの気持ちも大いに盛り上げたのです。ワンピースを以前から知っているというファンたちにとっては、アメフトとコラボするまでにアニメの人気が成長したことが信じられないくらい嬉しいという声も数多く寄せられていました。さて、アメリカで最も人気があるアメフトが本格的なコラボ企画のパートナーとして日本のワンピースを選んだことに対する驚きと歓喜の声はまだまだ寄せられていますので、最後にそんな声をもう少しだけご紹介したいと思います。ワンピースとのコラボを体験したくてチケット代に4万ドルも払ったよ。この素晴らしいコラボレーションを体験できたからチケット代が高いとは思わないね。それ以上の価値を感じているよ。最初にルフィが登場した時の歓声はすごかった。会場中が歓喜に沸いているのを感じたよ。最近はアメリカのあちこちでワンピースを見かけるようになった気がするね。ワンピースがじわじわとアメリカでファンを増やしているのは感じていたよ。私も行きたかったわ。クリーブランドブラウンズのファンだけど、それ以上にワンピースに夢中だから、ワンピース一色の会場の雰囲気を体験してみたかった。ワンピースは世界中のほとんどの地域で絶大な人気になっていたけど、なぜかアメリカではそこまで人気を感じなかったよね。だから NFL とコラボするとは思わなかったし、これほど会場が盛り上がるとは想像しなかったよ。アメリカでは鬼滅の刃の方が人気があるのかと思っていたよ。ニューヨークではパレードにもアニメキャラが登場して話題になったばかりだよね。今度は NFL とのコラボとは。
アメリカでアニメの人気がここまで来ているなんて、まるで日本みたいだね。僕はワンピースが好きだから、アメリカのあちこちでワンピースを見かけるようになったことをめちゃくちゃ嬉しいと思っているよ。ワンピースのここ最近の人気はすごいよね。もうすぐ悟空と同じくらいみんなに知られる存在になるんじゃないかな。少し前までは日本以外では誰も知らないようなアニメだったのにね。俺もあの会場にいた一人なんだけど、スクリーンに映し出された時の観客が盛り上がる様子が一番印象的だったよ。会場がワンピースのおかげで一つになっていたのは間違いないね。アニメが持つ力は絶大だなと感じたよ。ワンピースはここ10年くらい欧米圏での人気がなかなか伸びなくて苦労していた印象があるよ。でもそれはもう過去の出来事だね。この人気の勢いがどこまで行くのか楽しみだよ。よし、次はスーパーボウルでコラボしよう。アメリカでは異色のメディアがコラボするのは珍しいことで不思議に感じるよ。まるで日本みたいでクールだなと思う。日本のアニメがここまで人気ならこれからもっと見られるようになるかもね。ワンピースがどんどん成長して大きな存在になっていくのを見るのが大好きだな。特にここ数年、日本のアニメがアメリカでもどんどん受け入れられて成長していく様子は感慨深いよ。アメリカでの成長は決して楽な道のりではなかったはずだからこそ、この快進撃を見るのは嬉しいね。実写版が大成功したからこそファンも確実に増えたし、このコラボ企画も最高に盛り上がったわけだよね。いつもはアニメが好きではないけど、友達に勧められてワンピースを見るようになったよ。気がつけばあっという間にもう500話まで見てる。ネットフリックスの実写版を見てからワンピースのファンになったよ。それまでは見たくてもきっかけがなかったし、話の数が多いからためらってしまっていたよ。一度見始めたら話の多さは全く気にならないほど夢中だよ。最初のオープニングソングを聞くとすごく懐かしくなって昔のことを思い出すよ。そのくらい自分の人生の隣にあった作品なのかもしれないな。一緒にワンピースを楽しんで見ていた仲間はそれぞれ別の人生を歩んでいって、なかなか会うこともなくなってしまった。ワンピースがここまで大きくなった現在は、あの頃とは全く違う自分の人生がある。とても感傷的な気持ちになるよ。ワンピースの快進撃が今後どこまで続き、世界でどんな存在になるのか。日本だけでなくアメリカでも多くのファンから注目されています。日本を代表するアニメ作品の一つがアメリカでも多くのファンを夢中にさせていることはとても喜ばしいことですね。日本のアニメがこれからも世界でたくさんの人を魅了して飛躍してくれることは日本人としてとても楽しみです。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。